ずっと妹を笑顔にしたかった。病弱であまり学校に行けない妹の先にどうしたら笑ってもらえるか、そればっかり考えてた。でも小さかった俺はどうしたらいいかわからなかったんだ。そんな時、父さんと母さんが俺と咲をショーに連れて行ってくれて、その日は忘れられない日になった。いつぶりだろう。ううん、さきだけじゃない、父さんも母さんもあの主役の人が歌って踊るたびにどんどん笑顔になって、まぶしくてかっこいい。はあ、だから主役の人をスターって呼ぶのかな。こんなに楽しいのに終わっちゃうの寂しいな。毎日ショーが見られたらいいのに。でも私そんなにお外出られないからきっと無理だよね。さっき、そうだ、それなら。来たぞ、ついにこの日がやってきた。空も晴れているし、これはきっと俺のスターとしての門出を天が祝福しているに違いない。ははは、さすが俺、これなら今日のオーディションもその場で合格が出るだろうな。お兄ちゃん、お母さんが騒ぐのもほどほどにねって言ってるよ。ん？さっきか、熱に騒いでないぞ。発声練習を兼ねて壁に向かって喋ってただけだ。それってただの大きな独り言じゃない。あ、それより今日アルバイトの面接だよね。頑張ってね、お兄ちゃん。面接ではない、オーディションと言ってくれ。そっちの方がかっこいいからな。あはは、もう変なところにこだわるんだから。ところでさき、学校はどうだ？元気になったからって無理はしすぎるなよ。ありがとう、お兄ちゃん。でももう全然平気、高校生活は目いっぱい楽しんじゃうんだから。そうか、ならよかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが夢に近づいてるって感じがして。昔からスターになるって言ってたもんね。あれ、そういえばなんでお兄ちゃんってスターを目指し始めたんだっけ。小さい頃から俺はスターになるってとにかく言い続けてたのは覚えてるんだけど。俺がスターを目指した理由か。それはもちろん、なんだったっけ。え、お兄ちゃん自分のことなのに忘れちゃってるの。ど忘れしただけだ。あ、もちろんあれだ。この俺が天から与えられた才能を持っているからだ。与えられた才能を無駄にするわけにはいかないからな。本当に？でもそう言われたらそんな気がしてきたかも。お兄ちゃんらしいし。そうだろう。当然今日のオーディションも颯爽と合格してやる。そして俺は絶対にスターになってみせる。あれ、今スマホが何か光ったような。え、そう？そんなことより早く準備しないとだよ。じゃあお兄ちゃん頑張ってね。ああ、別にメールも来てないし、
変だな。しかし、俺がスターを目指し始めたのは、なぜだっただろうか。何か、大切なことを忘れているような。ん？なんだこの曲は。アンタイトル。うわっ！眩しい！ん？ここは、ショーステージ？俺は部屋にいたはずなのに、曲を再生したら急に？いや、これはきっと夢だな。しかし、随分変わった大道具やら小道具があるな。一体どんなショーで使うんだ？それに、なぜだろう。このステージ、妙に懐かしい気持ちに。やっほー！司くん？な、誰だ？ミクだよ。ミクって、まさか、あの初音ミクか？確かに見た目は似てるが。僕の夢を、司くん。ようこそ。おぉ！お前、カイトか？ミクにカイトまで出てくるということは、これはやはり夢だな。そうに違いない。だが、俺はいつの間に眠ってしまったんだ。ここは世界だよ、司くん。は？世界？そうだよ、この世界は司くんの思いから生まれた世界なんだ。俺の思い？生まれた？なんだそれは。わけがわからん。それに二人は一体ここで何をしているんだ。ミクと僕は、司くんに本当の思いを見つけてほしくてここにいるんだ。司くんが本当の思いを見つけられたら、その思いから歌が生まれるからね。なるほどなるほど。俺の思いから歌がね。全くわからん。それに、俺の本当の思いは昔から決まっている。世界一のスターになることだ。それはそうなんだけど、司くんはどうしてスターになろうと思ったか覚えているか？どうしてって、それはあれだ。才能あるこの俺が世界一のスターになれば、世界一のショーができるんだぞ。そうしたら、ショーを見に来たみんなが、みんなが俺に注目すること間違いなし。スターの俺を見て泣いて喜ぶだろうな。やっぱり忘れちゃってるみたいだね。司くん、なんだ、どうして俺をそんな暴れんだ目で見るんだ。ごめんごめん。たとえ時間がかかっても、司くんが本当の思いを見つけてくれたら嬉しいな。でも、この世界に来て、もし懐かしいって思ったなら、その気持ちは、どうか忘れないでほしい。懐かしいって、どうしてそれは？今度は、みんなで世界に来てね、司くん。一緒に歌って、楽しいショーにしよう。きっと、司くんと同じ思いを持ってるから。おい、みんなって誰だ。さっきから疑問しかないんだが。きっとすぐ会えるよ。司くんが本当の思いを見つけたいって思っていればね。それじゃあ、司くん、また会おうね。バイバーイ。また会うって、おい、俺は寝てたのか？なんだか変な夢を見ていたような。確か妙にテンションの高い初音ミクが。お兄ちゃん、バイトの面接行かないの？早くしないと遅刻するよ。
ま、わかってる。あと面接じゃない、オーディションだ。もう、どっちでもいいってば。ほらほら、行ってらっしゃい。ギリギリになるかと思ったが、俺の瞬足なら予定通りの時間に着きそうだな。さすが俺。今日は俺がスターへの第一歩を踏み出す日。まずはオーディションで一番目立ってやるからな。よし、待ってろよ、俺のショーステージ。